ていないはずだ。才能？才能か。入部当時のジンは何も持たない選手だった。少なくとも私にはそう思えた。ジン総一郎です。センターです。よろしくお願いします。大丈夫か？こんなひょろひょろした子が。特に足が速いわけでもない。ジャンプ力も普通。運動能力という点では牧や今年の清田などとは比べ物にならなかった。案の定練習で牧や高砂に何度も何度もぶっ飛ばされる陣にセンターは到底無理だと言った。高校生にはショックな言葉だ。悔しくないのか？そうではなかった。その日から練習が終わった後、一人残って黙々とアウトサイドシュートの練習をするジンを見て、彼が何も持たない選手ではないということに私は気づいた。あいつは内に秘めた闘志と綺麗なシュートフォームを持っていた。速攻！